メディアを再生するティリー・エス・プンクチャード・ロマンス・シコめの深情けは1914年公開のサイレント映画。キーストン社による制作で監督はマック・セネット。映画史上最初の長編喜劇としてその名を残し、後にアカデミー主演女優賞を受賞するマリー・ドレスラーの映画デビュー作として記録されている。 助演は、メーベル・ノーマンドとチャールズ・チャップリンで、その他キーストン社の主だった俳優が出演するなど、文字通り者を挙げて制作した映画である。チャップリン映画という観点で見ると、1971年に映画研究家のアスプランドが制定した、チャップリンのフィルモグラフィーの整理システムに基づけば、チャップリンの映画出演33作目にあたり、またチャップリンが他人のメガホンの元で出演した、 事実上最後の映画であって、別のスターの脇に回った、唯一の映画でもある。日本では、チャップリンの仕込めの心情のタイトルで、DVD が発売されている。ティリーバンクスは、お人よしで少々愚かな農場主の娘。ペテン氏にありもしない土地の購入話を持ちかけられて、話に乗ってしまったが見事に騙され、刑務所に入れられる。その間にペテン氏は、 昔の女友達であるメイベルと共に、ティリーから騙し取った金で都会で遊んでいた。数年後、出所したティリーが大富豪のおじ、ダグラス・バンクスの財産を将来的に相続することを掴んだペテン氏は、メイベルと蜜ぎを凝らし、ティリーがおじの別荘に出かけている最中に、メイベルをメイドに偽装させて、屋敷に忍び込ませ、財産を狙おうと格索する。 しかし、ティリーのおじが本当に亡くなり、ティリーが屋敷に戻ると、ペテンシとメイベルの悪事が発覚し、二人は警察に追いかけられる。原作は1910年に発表された、アルフレッド・バルド・ウィンス・ローンとエドガー・スミスのティリーの悪夢であり、すでにブロードウェイで大評判を取っていた喜劇であった。チャップリンの伝記を表した映画視屋のデイビッド・ロビンソンの見立てでは、マック・セネットは、 死傷筋に当たる D.W. グリフィスが、後に国民の創生として結実する対策の制作に取り掛かったことを耳にして、ライバル意識が芽生え、そこに当時流行の有名俳優に有名舞台を組み合わせるという制作手法をもって、喜劇の対策に挑戦したとする。セネットは駆け出しの頃にドレスラーと多少の面識を持っていた。挑戦が決まると、セネットは、 キーストン社の総力を上げる形で制作に取り掛かり、制作期間14週は、キーストン社始まって、以来の長さを記録した。また、観客動員の担保のためにメイベルとチャップリンが助演に配され、キーストンコップスの面々をはじめとする、キーストン社の所属俳優の多くを総動員した、形となった。結果的に完成した作品は、フィルムの長さ6000フィート、 6巻90分に及ぶ、喜劇映画初の長編み物となった。6000フィートという長さを具体的に比較するなら、チャップリンが監督した作品で、初めての長編である、キットのオリジナル版の長さが5250フィートである。物語の大筋は活かされているが、ラストは、キーストーン映画、お約束の展開となる。作品は1914年11月14日に、 封切られ、批評家と観客双方から好意かつ熱狂的に迎え入れられ、その後も再公開が繰り返される作品となった。もっとも、チャップリン自身は辞伝において、作品の出来は大したことがなかったと回想している。ドレスラーとの共演自体は楽しかったようであるが、そのドレスラーはチャップリンを無名の俳優と思い込み、自分が有名にしてやったと思っていた。 ドレスラーの回想そのものは正しくはないが、仕込めの深情けが、チャップリンの名を広く知らしめた作品であるという位置づけは、ロビンソンも特に否定はしていない。なお、この作品以降チャップリンは、他人のメガホンの下で出演することも、別のスターの脇に回ることもなくなったが、例外として1920年代に他人が監督した2本から3本ばかりの映画で、 小さな役柄を特別出演という形で出演したことがある。屋敷のセットはロスコー・アーバックルのノックアウトのラストの追跡シーンで使われた。なお、ラストのマリーが銃を乱射しながらチャップリンを追跡するシーンとノックアウトの追跡シーンは似てるが本作が終日室内で展開されるのに対しノックアウトは野外が多い。エトセトラ1914年制作。 2010年発見の泥棒を捕まえる人を除くちなみに、キットは1970年にチャップリン自身が作曲した音楽を付して再上映された際、いくつかのシーンがカットされている。ありがとうございます。